さあ、行ってきましょう。桜大戦通実況のやっぱり嫌がったぜ。帝都の長い一日の第8話、帝都の長い一日の敵が体勢を整える前に一気に突破するわよ。その5です。正面突破しております。オートで戦ってほしいな。もはやオートで戦ってるのはかっこいいよ。こいつら全員こうオートで、おのおのがのしんのしんのしんっていう感じの方が。いいっすね。私の花道を邪魔する者は容赦しませんこと。いいっすね。ボラボラマリーダさん超えてるな。よっしゃ、ほとんど語ってたね。ファンネル12個ぐらい今出してたぞ。超えてないかもしれないけど、マリーダさん超えてないかもしれない。グレミートトぐらいは超えてると思う。まあ、帝国歌劇なの。さすがですね、織姫さん。ふふん、これくらい挑戦で。さくらは今何してるの。さすがですね、言う係。了解。遠足気分で洞窟に侵入してるな、こいつら。ナウローディング。ナウローディング。さあ、戦闘パートだ。多分戦闘だ、これから。しかし、謎のエレベーターだな。いや、まだ来る。お、いいな。めちゃんこ多いな。ここはさすがにカットするか。ここはさすがにカットします。これ倒すだけだからね。特に物語もないでしょ。よし、
仲間がいるなら別れを言いな。おはい、五段。精霊のプライザ。この程度？見てくださいました。目標撃破。愛の試練を超えて響け、イルフラグマジーコン。
客三人レイゴン。神班。
程度？目標撃破。
まだ。まだ来るのか。消耗戦と化している。すごいわ。これあと何体この脇地たちを、脇地いいかな、壊し続ければいいんだ。うほっ、やばい。尋常じゃねえ、敵の数が。大神さん、それ you
行くよ。よし、これでなんとか、これでなんとか全部倒しただろう。さすがに敵も諦めたよ。うわ、第5波から第6波ぐらいまであったよ。ひたすら上敵がポン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 って湧いてくるの大変だった。正面突破大変でした。とりあえず一安心ですわね。安心するのはまだ早いよ。そう、多分。うやー、どりゃあ、まだ金剛とかがおる。これは長いわ。あいつは金剛来やがったな。過激だ。今日こそてめえらとのケリをつけてやるぜ。ああ相変わらず下品なやつです。てめえらのことはいい喧嘩相手だと思っていたが、てか俺の間違いだったぜ。はい、てめえら全員ぶった切ってあいつの仇を取ってやる。ああ水庫影山咲さん、いやー一人で来てほしかったな。ちょっとあれかもしれんけど、一人で来てほしかったな。やっぱないっすね。合体攻撃は使いたいんだけど、合体攻撃がさくらくんのそこまであれじゃないっていうね。どうしよう作戦を。ちょっと もじゃもじゃしてる。戻る。作戦カバウをさくらくんでいいかな。無駄か、無駄っていうかあれか、カバウは一番前にいるやつがいいと思うから織姫か。で作戦はどうだろうな。最初はちょっと怖いから、最初山で、山って言ってんだよ、山って。最初は山で、この狭いステージでいきなりなんか必殺ぶっぱされるのも怖いので、山で。最初は様子見。勝て。桜でしょうね。今まで全部見てたから気づかんかったけど、飛ばせないな必殺技が。うわ、硬いぞこりゃ。大神さん、そら行くぜ。ご行僧国信号天殺。まあ間違いではなかった、作戦は間違いではなかったが、見ていくよ見ていくよ見ていくよ。仲間がいるなら別れをいいな、別れをいいな。目が2つあるザクみたいな。
目が2つのザクみたいになってんだよ。赤2つがな、モノアイ赤2つがな。モノアイっていうか、まあ、ツインアイなんだけど。うわ、たわんか。まあ、たわんな、これ。当たるわ。立っとるな。立ってまーす。飛龍の前に使い勝手の良さがすごい。自分を中心とした範囲3マスダメージって感じだから、使い勝手の良さがすごいわ。アイリスどうしよう。ダメージもらってるな。死にはしないと思う。レニーは追いつかんかな。あそこまで行けないかな。マリアは当たる。この位置かな。ここかな。欲を言えば後ろのやつを巻き込む位置に落としてほしいけど、敵を中心とした範囲1マス2マスだから、こうなるね。今気づいたけど、通常攻撃を必殺にしてるな。通常攻撃の動きが必殺になってるな。やってること同じか。ここに落ちたい。何もいない空白地帯に落ちたい。うちの大発明や。宮殿ロボ。宮殿ロボ。何やしょぼいよ。後部の頃に比べてしょぼいよ。開発者なのに。プラズマリーダーみたいなのがある。ラストワン。愛媛この遅ささえなんとかしてくれたら最高なのに。なんなら巻き込むか。なんならめっちゃ巻き込むか。全員巻き込める。間違えた。愛の試練を超えて響け、イルフラウバズリコ。イルフラウバズリコ、バズリコ、イルフラウバズリコ。だからフランス語、いやイタリア語に堪能な人がいたら教えてください。イルフラウバズリコ。敵の攻撃をもっと強くしてくれていいよ。5ぐらい、7。大神さんが頼る。どうすっかな。火で。このターンでは終わらんかな。さすがに。まあ出してみようか。王国滅却。三人レイソン。
怖い。眠てぇ。眠てぇって言っちゃいけんけど、戦闘が退屈だよな、さくら大戦は。楽しいっちゃ楽しいけど、これでなんかこう後々のねえ撃破数みたいなのがあったらいいのにね。ここだ。よし、大神さん、よし、これで終われ。よし、綺麗に終わった。今後熱い男であった。でもボスの散り方がさ、もっといい散り方を用意してあげてほしかったな。金剛とかに関しては特に木敷もそうだけど、やってくれるじゃねえか、てめえら。いいキャラだった。もうあなたは戦えないはずよ、諦めなさい。うん、うるせえ、なこと関係ねえ。まあ、体っつうかロボだからな、動かんときは動かんよな。残酷な敵にも悲しい過去が。大神はんついたみたいやで。あれ、金剛にとどめを刺さなくても大丈夫？とどめを刺さなくても大丈夫？とどめ刺してないキャラ珍しいんじゃないか。とどめを刺してない敵。お、まだ続く。どうしよう。一旦ここで、やめにしとくか。41分とかになるからな。これはなんとか編集して短くして。編集して短くします。はいはい、お疲れ様。疲れたのは俺だけ、疲れたのは俺ばかり。めちゃくちゃ長い戦いだった。ほなまた。ほんまに長いね、テイトの長い一撃ね。ほんまに長いね、テイトの長い一日。続きます。ほなまた。